放課後の合図捕まえに行くぜ。俺だけが作ってやれるから、希望なストーリーお前しかできない、とっておきの舞台を。悪気がゼロの笑顔が罪作りで、争奪戦は続く、敵におかしいだろう。代わりを探してみても違うすぎて、確信に変わるだけ、お前じゃなきゃダメだと。言葉を間違えたり、失礼極まりない扱いをしたりしても、それでも無視できない、魅力が俺をかき立てる。新作はもっと見せ場を作って、新しい境地へ行かないか。イリュージョンだとか歌もいいかもな、とんでもない舞台を。駆け出す姿が遠くから見えた、逃がさない飛び道具もありだ。傷だらけそれも絵になるじゃないか、アクションも入れとくか。スタントなど入れない、甘い言葉を紡いでまた一人と、ライバルは増えていく、いい加減降りろって。代わりが見つかるのなら苦労をしない、残念なイケメンじゃ務まらないプリンス。月を見てまた逃げた、俺の捕獲能力を見くびっているのか。変装などしないで、せめて顔を出して逃げろよ。放課後の合図捕まえたやと、始まれば許せてしまうんだ。慣れ合いはしない、なすかなくていい、集中を切らすなよ。仕返しはちょっと子供じみてるぞ、なんなんだこの扱いは。なスカートはいらない、セクハラ反対、戦闘がしたいのか。スタントなどなしだぞ。影の合図捕まえに行くぜ、俺だけが作ってやれるから。希望なストーリーお前しかできない、とっておきの舞台を。駆け出す姿に一歩が入る、逃がさない勘だけで命中。傷だらけなのになぜ懲りないんだ、綱も渡っておくか。スタントなどないけど